今日午前7時過ぎ、苫小牧市双葉町3丁目の国道交差点で、通学途中の自転車に乗った男子高校生が乗用車にはねられました。高校生は意識が朦朧とした状態で病院に搬送されましたが軽傷です。警察は乗用車を運転していた61歳の男を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。現場は信号機のある交差点で、青信号で直進した自転車を右折車が巻き込んだとみられています。